CPU の和也は本当に最強なのか。三島和也、絶対開催していこうじゃないか。さあ、ということで CPU16 体をセットして全員 CP9 なんだけど、レベルは。これで、対プレイヤーとやらして最強っていうのは、もう、みんな散々やってるから分かったけど、あとは、CPU 同士で戦わせて、勝つかどうかっていうことなんだよね。てか俺もう、カズヤに勝ってほしい。勝ってほしいという、もう、なんていうの？もう、それのもとこれをやってるまであるからさ、もう、でも接待杯、絶対こいつは接待してくんないけど、頼むから接待してくれっていうぐらいの気持ち。カズヤに対して失礼かな。やべ、そんなこと言ってたら、うわ、うんま！見ました、今の。つかみの判断ってか。あ、もうやばい、もう、え？いや、そこまで差が出るとは思わなかったんだけど。ちょっと、いきなり容赦ないな。でも、こんだけ容赦ないくらいが、もう一回戦としての、もうダークホースというかもうね、CPU はこの味を知らなかったろ。この、カズヤの強さの秘密というか、そういうのをね。ちょっと今回それをね、CPU に味合わせてね、コンピューターにさえもう恐れをなしてもらおうっていう、そういう考えのもと、やっているわけだ。もう早速、1ストも落とさずに、相手の1スト落とし。復帰力もあるしな。で、今回ね、チャーキーあるんですよね。チャーキリをもううまく使えるのかっていう。カズヤって正面向くからさ、相手に対して。ちょっとそういうとこも見たいんだよな。ぶっちゃけ俺がチャーキリ使ってるとこ見たいだけなんだけど。さあ、ピーチューが突撃、ボルテッカーを当てていって、1ストック返していった。しかし 83.8%。そして相手は切り札残している。この状況、なかなかピーチュー厳しいんじゃないか。どうする？当てれば終わるぞ。雷神器を狙っていく。こういうコマンド技も CPU をあっさり。当ててしまった！墓場になってしまったな。つえ。いや、本当に強いね。本当に強いな、カズヤ、お前。チャーキリもしっかり当てていくのを見ると、なんかすごい強さに説得力が増していく。そんな感じがしますね。後の試合は、ちょっと要所要所見せていくわ。打たないね。これは温存作戦か？ピオリム。ピオリムからは切り札当てやすいんじゃないかと、勝手に思っているが。さあ、どうなる？危ないぞ、打たないと。打たない、この勇者。しかも、ライデイン打ちすぎて MP が完全に枯渇しちゃっている。もう、自分からピンチにしちゃってるような気がしなくもないですが、これはなかなか勇者はしんどいところですね。相手153、157。もう、後ろ投げでバーストする圏内まで入ってしまった。ザキを打っている、この勇者恐ろしい。やはり悪魔の子か、一発逆転を狙えるという意味では、このダメージのパーセントでも可能性を感じる。そんなファイターだ。危ない。空下メテオを避けて空前が決まっていく。そして、おっと、ピカチュウの怒涛の攻撃 182%。 しかし43、194、43も溜まっていたのと、勇者も油断だな。勇者の攻撃で行っちゃってもおかしくないところ。上投げ。さあ、これ危ない。最終段まで決まらなかったところが今勇者の救いになったところ。さあ、ここからなんかわからないぞ。222.6%。8% か。こんなにダメージを溜めて大丈夫ですか？気がでいい？おー、惜しい！これは、同じ電気タイプの上位互換という、俺こそが上位互換だという、その強い意志を感じる。再び切り札溜まっている。250、260%。260% ってなんだこれも。一人でセルフサドンデスを行う男、それが勇者でございます。さあ、切り札を当てれば終わる。ちょっとここまで行ったら個人的にちょっと勇者を応援しちゃってる自分がいる！決まった！ 260% まで耐えた勇者。今度しっかり切り札を当てて、切り札をしっかり当てて、撃墜するとね、なんか応援したくなるよな。なんかかっこよさが決まるからさ。すげえ、ピチューとピカチュー。ちょっと軽量級のしんどいところが出たって感じだな。やはりダミーを掴んでしまっているで、そういう場面も目立っているところ、やはり判断するのは難しい。こういうところでね、でかい攻撃一発。か、もうじゃあ、重量級のパワーが欲しいところ、重量級のパワーは正直常に欲しいところではあるけどね。撃墜の領域まで、活かしてくれない。おっと、追い出していく。あっ、惜しい。今ね、受け身取ったけど、受け身を取った、あの時間があったからこそ、相方を呼び出すということができなかったわけだ。さあ、シークが有利になって、シークがしかし、撃墜されてしまう。お得意の空上で、返したところでどうするか。アイクラが一撃でいけるイメージはそんなにない。復活してくるイメージもない。おっと、賢いな。氷山召喚していく。意外とあるかもしれないぞ。シーク。戻っていくが、しかし、やはりダメージが足りなかった。中心部で当たった、あれが一番チャンスだった。
おっと、華麗に受けていくシークの必殺技、ちょっとかっこよくて見たかったっていうのはちょっと内緒にしておいてください。やはり空上でバーストされるのか。これはシークしんどい展開になっている。こう相方がいますよと、本体ごとこされても相方は交流を懸命に吐き続ける、その兄弟愛ですか。ごめんなさい、私愛くらいの関係性知らないんだけど、これ兄弟みたいに見えるから、もう兄弟って判定でいいですかね。これはもうファンに怒られそうな、そんな実況をしているところですが、ここからどうなるか。もっと一人でもやれるんだよっていうところで、相方はすやすやお年齢タイムでございます。軽量級が見事に相対している。やはり重量級の方が有利なのか。さあ、どでかい重量級が来たようだが、このどでかい重量級、これはしかし相手はサムス飛び道具持ち。これはいい。ガノン側はなかなかしんどい戦いになっている。しかしサムスも近づくのはなかなかやめた方がいいので、これはもう投げから飛び道具やら、たくさん外から遠距離射撃を打っていた方が、まあ当然サムスにとっては安全といったところでしょうか。やはり CPU なんでね、延々と遠距離打っているっていうタイプはそれほどいないので、しかしこういう時にチャージショットをしっかり貯めている。そこはやはり賢いと言ったところか。ちゃんと後ろに君を取りながら。おっと、これはガノンも懸命に狙っていく。しかし、チャージショットを食らったら終わりだというところで、上スマが決まっていく。あっさり80とか90とかで、サクッといつでもバーストできるっていう権利がある重量級はやはり優位なんじゃないかと、そう踏んでいる。さあ、そして1スト返したサムスがチャージキルを溜まっていく。撃った！なぜか巻き込まれに行くガノン。これは何なのか、ダメージとしての余裕があるのか。まあ確かにダメージ的には余裕があるが、これはどうなるでしょう。お互いに油断できない状況。しかし 54、50%。横スマッシュが決まっていく。これがあるから重量級が怖い。あのピチューやピカチューの 200% っていう状況はあるが、ガノンドルフ、重量級なら 54% からでもバーストできるよっていう重量級の圧倒的な強みを、果敢なく見せてくれていた模様です。重量級と飛び道具、この対面が続く中、さあどうなるか。ででで、打つ飛び道具に関して、おっと、初手から吸い込んでいく。で、ゴールドは吸い込めんだっけな。この PK サンダーの遠距離だけでもなかなかしんどいところですが、ででで、に関して甘がる。おっと、PK サンダー2発。違う、PK ファイヤー2発。PK ファイヤー、そうだな、この空前もあるし。デデデのゴルドンに関しては返す術をたくさん持っている。 PK ファイヤーを2回打って、それがしっかり当たるということをもうこのネスは本能的に理解している。 67.8% 言うて分かりませんよ。おっと、追ってしまったが、しかしこれはデデデいい判断だったんじゃないでしょうかね。こうなってしまえばネスとしてはあまり美味しくないのが正直なところ。さあ、お、当てていく。 0% からですが、ダメージ減は非常に大事。デデデの技は正面で範囲狭いので、やはりこの火力 0% からでも結構火力がある模様。 68.8%。 これはどうなるか意外とわからないぞ。しかしこれはもうさっさと切り札を打った方がいいです。場所なんて選ばずに打っていく。デデデは危ない。さあ、かわしきれるか。右に追い寄せられていくが、しかしネスさん、なぜか左の方にスターストームを当てていく。なんかよくわからないプレイング。メティオも狙っていく。しかし受け身、崖外の攻防、反対側から帰ってこれなかった。この崖外の攻防を制したのはネス。この重量級のこの辛い環境を、違うな、この重量級のこの有利な環境を一気に返すように、 PK ファイヤーの連続、ネスの強みを見せていたところだ。さあ、今度はイケメン剣士同士の戦いが始まっている。私の名前が入っているステージがなんかやたら選ばれるっていうね。あと、ついでに俺が普段使うメタナイトこの色だからなんか親近感湧いちゃうね。下火はなかなか使っている、強気な姿勢メタナイトね。おっと、ジャストガードからつかみ、しかしやはりなんか強力な行動をあまり触れていないような気がしますね。しかしネスはネスって言っちゃうな。なぜかロイをネスって言っちゃうな。なんか影響されちゃってんのかな。さあ、ここからバーストできるかといったところ。ネスはいいから。なぜこのシャトルで。おお、下火がうまく機能している。こんなに下火を振るキャラだったのか。CPU となったら、この既存のキャラの新しい可能性について見出してくれる。そんな気がしますね。さあ、ネスじゃない。もう、ネスって言っちゃうのやめてほしい。なぜか棒立ちだ。メタネット選手、なぜか棒出しで、ロイの必殺技を食らってしまうが、なぜかすごいな、この怒涛の下火の圧は何なのか。ちょっとやはり CPU は読めないところがあるね。そういうのもやはり面白いところだ。おお、しかしこの、
怒涛の下火がうまく刺さっている。これは CP 同士にとって実は意外と強い行動なのかもしれない。竜巻を打ったり下火を打ったり B 技で撹乱をすることが成功している。さあロイ選手なかなか切り札を、いやダメージ源を与えるのも大変だ。そして相変わらず受け身性能は狂っている。これは下火に行ってしまう。圏内、おっと浮き刺しに行くか、行った。シャトループ、おお、うまい。空下を打って華麗にスッと決めたところでね、メタナイト選手が勝ってしまいました。これはもう私公平に実況する気ないので、もう正直かなり嬉しいです。三島和也選手が優勝しないなら正直メタナイト選手に優勝してほしいところではありますね。これはわからないもんですね。ダックハント選手がもっと食らっているイメージだったんですけど、意外とこれは毒マリも意外と追い詰められているとなるとわかりません。さあ相変わらずガキを決めの性能が狂っている。しかしそれ復帰大丈夫か。この怒涛の、おっ、ギリギリだ。ギリギリを耐えている。ギリギリを耐えつつも毒マリに反撃を示していくダックハント選手。さあ下スマ打ってからの空下だったか、ごめん、どっちかわからない。缶を、おっと前投げか。これは切り札を当て、さあ170、111%。ダックハント選手慎重になっているが、毒マリの空母によってまず一匹と動物病院に運ばれていく。この様子、おじ、こちらも人間には人間で対抗とおじさんを召喚したりしていく。さあ毒マリはこれはもう割と無機さやっていれば打ち毒なんじゃないかな。これはもうさっさと打っといた方がいいんじゃないでしょうか。あわよくばそれでバーストっていう圏内も見えてくるところでございます。さあどうなる。さあ丁寧に投げて、毒マリは切り札を温存している。おっと、カントの同時爆発でモロともやっていく。しかしこの道連れ戦法はなかなか優秀なんじゃないでしょうかね。さあ 62%、 切り札のことを考えると、おっと当てていく。さあ今までの恨みを返させていただこうと、このヤブ医者どうやらダックアントに大量の借金をしていた模様。その借金のツケをこのおじさんが返していく。いや、おじさんが銃という技を使って返していくわけですね。思い出されるわけですね。しかしそれだけでは残念。未だに借金です。未だにカモにされてしまうんです、ダックハントは。人間には勝てるわけないと。そういうもうこの、世のなんだろうな。もう弱肉強食の世界を、しっかりと味わわせられてしまった、ダックハント選手、無念の敗退です。お互い堅実にバストしていく形になるか？しかし、フォックスにはこの足の速さから悔やせる、圧倒的は足技！本家のみんなもやるであろう、この上スマッシュ。そして、そうです、フォックスに反射がある。この反射という場において、トゥーンリンクはなかなか死んだところでありますね。さあ、この速さは正義という面をしっかり活かしている。自分の強みをしっかり技として活かしている。そういうファイターはやはり、伸びしろがありますしね。いや、フォックスが強い。確実に翻弄している。この足の速さゆえに、若干トゥーンリンク戦いづらそうだ。これは、しかし切り札を当てれば一足返すこともできるが、ため上スマ！しかしこのため上スマも当たってしまえば終わる。もう振り毒と言ってもこれは過言ではないかもしれません。トゥーンリンクが切り札を打たなかった。そして、ボックスが切り札が溜まる。しかし切り札が溜まる前に終わってしまうケースもありますが、さあ溜まった。ここからどうなるか。当てれば終わる。当てればスターフォックス全軍突撃で、もう宇宙の散りくずとなってしまうトゥーンリンク。猫と狐の戦い。なんか、あんまり世間的にも、あんまりあるのかわからない猫と狐の犬猿なのかもよくわかんない戦いでございますね。切り札をお互いは打たない。これはどういう意味なのか。切り札なんかなくてもお前なんか簡単に倒せるという意味なのか。一体どういう意味なのかね。わかりませんけど。時々こういう反射も、こうやって、なんていうか見せびら散らかして、ここからどうなるか。さあ、厳しい。トゥーンリンク選手やはり。私の想像通り、撃墜に厳しいと言っていたのは、やはりフラグになったようです。119%、123%。ここから、危ない。もうかなり危ない。もう割と、スマッシュ、どのスマッシュが当たっても撃墜されてしまう。この圏内、おっと、ギリギリ耐えてる。145.9%。これはしんどい。しかし、別にどちらを応援してるわけでもないんで、別にどちらが勝っても、まあ、いいっちゃいいんですけどね、これは。24.3%、飛び道具を打っているが、やはり、対戦相手が違えばトゥーンリンク選手もなかなか活躍の場があったのかもしれませんね、こちら。しかし、まだだ。まだしかし耐えている。なかなか焦る局面でもないですが、しかし当てていく。ボム兵、ボム兵じゃない、ボムを食らいつつも、果敢に飛び込んでいく。だって当てれば終わりだから。
自分は 10% くらいようが当てれば終わる。それを悟ったフォックス選手の勝ちということですね。さあ次のカズヤの出番まで飛ばしてしまったそこの皆さん、さあ勇者 VS カズヤの戦い、個人的にはどっちも応援したいけど、やっぱりカズヤ、もうめちゃめちゃカズヤを応援しちゃう立ち位置で行かせていただきます。さあどうなるか、勇者 VS カズヤもうすごいな、これは。おっと、しっかり投げていく。しかし火炎切りもガードして、しかし勇者の戦い、先ほど見たんですけど、このライデインの連発、このライデインの連発はカズヤにとってはなかなか厳しいところではありまして、おっとザッキーを 23% 耐えていく。まず最低限の人並みの運は持っている模様ですね。ここまでライデインをぶっ破しても大丈夫なのか、こう勇者に関してそういう懸念点もありますね。空中で掴みに行くっていう、そこのカズヤの選手のもうその判断力がすごいですよね。なかなか、もうなかなか見ててヒヤヒヤしますけど、あんな道連の時にしかやりませんからね。弱2連から4連撃。すいません、技の名前全ては覚えていませんが、この速さに対抗するため、これはピオリム。しかし空中からキックを振られてしまった。相変わらずストック、優勢を取ってしまう。CP レベルも変えていないから別に、不正はしたいんですけどね。しかし待ち構えてダリホを打つあたり、なぜか、なんか親近感を湧いてしまいますね。この勇者に対しても。勇者も別に割と応援したいんですが、この一撃の火力と一緒に、これは厳しいところ。おっと、相変わらず、受け身の性能が狂っている。下スマッシュ当たれば終わってしまうが、さあ、蹴りをかまそうとしたとこに、痛烈な一撃、勇者のギガスマッシュが入っていく。ちょっと名前違ったかな ?74.5%。切り札はちょうど入ったので、まだカズヤの切り札が溜まるには少々時間かかる模様。このギリギリまで待つカズヤ選手のプレイングがなかなか見てる側としてはヒヤヒヤしますね。まあ、吹き抜く。おっと、しっかり決まっていく最速風神拳から、溜めて上スマッシュ。このパンチでお前を葬ってやったんだぞと言わんばかりのアピール。順当に2回戦進出。本当に強いなお前。